ということで今帰ってきまして、お袋をまた2階にちょっと布団引いて全部準備をして、こんな時間になっちゃいましたね。でちょっと帰ってくる間にやっぱ疲れたみたいで横になるっつって寝てるので、じゃあ俺その間仕事してくるなっつって、こんな感じでちょっとでも進めておきます。まずね、フレーム補強のために切り抜いた鉄板どっか行っちゃったんで、もう一回ちょっと探してなかったらしょんない作り直しますよ。いや動画でも上がってると思うんだけど、切り抜きましたよね僕、確かにね。どっかにね置いたんですよ。どっかにあるはず、ちょっと探します。ありました、でででん、ここに入れてありました。そうなんだ、使うパーツはこの箱が開いたからこっちへ入れた。ほれ、クリやろう、手こずらせやがってよし、ちょっと、一回潜りますね。はい、ここですね、ちょうどここにミッションのメンバーがつく。でやっぱこう見るとわかるけども、あっちこっちこういう風に歪んでるんですよね。もう長年経過して、ここはなんかヒットしたのかな、わかんないけど。でフロントエンジンのメンバーのあたりはこういうのね、まあスタング2とかで、その後ろ車の重みが一番かかるところはオリジナルの補強が入ってるので、これは取らないで。でこことここの間はこういうのがあるので大丈夫なので、やっぱこの辺だね、この辺ちょっと補強入れたいね。補強入れとかないと多分長年乗ってるとブニョンってちょっと来ちゃうと思うんだな。なのでここに、このボルトがつくので、これを邪魔しないようにジャイアンフレームにしていきます。後方側もね、まあとりあえずここちょっと待ってください。こういう感じですね。この字のフレームよくあるんですけど、まあ年式、ね、によって僕のジョコンダさんもこの字のフレームなんですよ。で僕のジョコンダさんもフロント周りからフロント周りと、まあ僕のエサス入ってないので、デフをまたいでるところにこういう風にジャイアンフレームになっています。正規の呼び名は何ていうのか知らないんですけど、まあちょっとこの方法を昔教えてくれた方がジャイアンフレームって言ってたんで、僕がなんでジャイアンフレームなんですかって聞いたら、ドラえもんに出てくるジャイアンの前髪みたいだからって言ってましたね。だからそのままね、僕もジャイアンフレームって言ってます。まあここにミッションのメンバーがつくので、もう一箇所ぐらい行きたいけどな、こういう風に。まあとにかくこういう感じでちょっと溶接していくので、まずこの板っぺら、フレームってこの角が丸くなってるんで、ここをこのプレートの角をちょっと削り落として、でなおかつこっち側の溶接するところの塗装を剥いでいきます。ちょっと印していきますね。ここの2つはなくてもいいかな。ここからですね、こういって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 こう、んでもう1本ぐらい入れる、あ入れない、後ろいいか、そこはここだもんな、やっぱここからか、これはいらないですね。いるかな、いるな、ここからにしよう、やっぱり。まあこの今線引いたとこ、ここ塗装をちょっと剥がしますね。あれ俺メガネどこあったって、やりにくいな、もうちょっとなんとかなんねえかな、なんねえな。よし、
よし。やりにくいな。というか疲れたな、もう。よいしょ。ちょっとこれ置いといて。で当然こっち側も入れるんですけど、邪魔なので一回外しますね。うん、ここから外すか。ちょっと待ってね。はい、外しました。ではこっち側も同じように印をして、溶接箇所。あれ、照明切れた。なんだ、電池切れかよ。はい、それではこっちも削っていきます。よし、これで映ってる、映ってんだか分かんないけど、下準備はできた。では次にプレートの角をちょっと落とします。で、それではこの、よいしょ、プレートのこの角、こっちを落とします。しまった、俺の背中しか映んない、これじゃ。ふいふい、3枚ずついくか。一応オーナー様にどのぐらい前の動画か忘れちゃったんだけど、これ切ってる時に連絡が来て、補強、フレームの補強、入れるとこは全部入れてくれって言われたので、大事なとこっていうか、要所要所だけ入れていきますね。これフレーム全体にガチガチにしちゃうと、分かる人は分かると思うんだけど、なんかこう、なんつって言ったらいいのかな、運転してクッて曲がるときに、なんか変な、なんつって言ったらいいんだろう、車、こういう車っていうか、こうアメフレームのアメ車って走ってる時って、まあいい意味でも多少こう、なんていうのかな、しなりっていうの、歪みっていうの、いい意味でこうしなりながら、歪みながら、こうこんなグニョンなんていかないですけどね、微妙にそういうのがあって、こうな曲がっていくんですけど、そうするとこう乗ってて、こうそうするとっていうか、まあ乗っててこう違和感ないじゃないですか。でこれをフレームガチガチにしちゃうと、本当にこう曲がる時とかね、気持ち悪いんですよ。なんかなんつって言ったらいいのかな、分厚い鉄板に乗ってるような、こういうね、あれになるんですよ。ローライダーとかでガチガチにレインフォースしてるやつとかあるじゃないですか。ああいうの乗ると分かりますよ。本当にガチガチにローライダーとかでレインフォースしてるやつっていうのは、こうやっぱ飛ばしたりするもんで、重要なんですよ、でしょうけどね、そういうのは。別にこのシェビトラちゃんはローライダーでハイドルつけてパコパコやるのではないし、エアサスとか車高調とかも一切入らない、ただ普通に本当に走るっていうのを目指してオーナー様作ってるので、要所要所だけ補強も入れていきます。うまく伝わんねえななんて言ったらいいんだろうな、やりゃ分かんだけどねそれでは次、角を落とした方と逆肩
に、そうだな、できれば真ん中よ、半分のこの辺に、ちょっと穴を開けていきます。全部ね、全部じゃなくてもいいんだけど、まあ一応念のため全部開けとくかって感じ。何のためかはね、後でわかります。だいたいこの辺、はい、今、穴を開けたとこをもう一回鳴らして、ここの角ね、もうしっかり落とします。こっち側が、こういう風にフレームの外になるので、触っても大丈夫なようにね、ここはまあね、触れなくなっちゃうとこなんで、ある程度でいいです。よし、それではあとはくっつけていくだけなんですが、ちょっと今日はここのぐらいにしとこう。ほんと時間がない。うん。ちょっとね、おふくろも今日ね、帰ってきたばっかなんで、今日ちょっとこの辺までにして、明日、ちょっとね、この溶接するのもね、フレームだもんでね、この字のフレームだもんで、いっぺんにぐる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 ってできないんですよ。うん、点付けで、まあ、やってって数箇所ずつやっていくもんで、ちょっと時間がかかってしまうので、 できればなんだろう、正確っていうか丁寧にやってあげたいとこなのでね、うん、明日やります。